はい、えー、こんにちは1月28日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます、えー、毎日どれくらいい勉強ししていますでしょうか、えー、実力っていうのは勉強量×勉強の質これで測ることができるんですねなのでどれだけ効率的な勉強ができていても 勉強量が少なければ合格できないということです。まあ、こちら見ていただいたら分かるとおり、勉強量、これがちっちゃかったら、この勉強の質がどれだけ高かったとしても合格できないですよね。実力は高くないわけです。例えば、こっちが100でしたと。勉強量1でした。1×100 は100ですよね。一方で、 勉強量50で、勉強の質50だったとしたら50、50×50 で、これ2500ですよね。だから全然違うんですよ。掛け算っていうのがすごく、これポイントなんですね。重要なのは掛け算である点なんです。つまり、勉強量と勉強の質っていうのは、同時に大きくしないと実力は上がらないよってことなんです。逆も一緒ですよ。どれだけ勉強量を増やしたとしても、勉強の質が悪い。まあこれ多くの方がそうなんですけども、それだと実力は上がりません。 つまり、どちらか一方だけでは実力は上がらないっていう話なんですよで。もし今から効率的な勉強を始めることができたと仮定するのであれば、まあ、おそらく最低でも1時間半ぐらいの勉強は必要です。これぐらいやんないといけないです。これまで何年も勉強してきたから、30分ぐらいで大丈夫だって思ってる人いるんですよ。例えば、去年、一昨年と落ちてきたと。合格でマイナス1点で落ちてきた。 そうすると、あとちょっと頑張ったら合格できるだろうって、これまた錯覚しちゃうんですね。これ勘違いなんですけども。でそうすると、あと30分ぐらい、1日ね30分コツコツやっていけば合格できるって思うかもしれないけれども、それは全然違うんですね。それはなぜかっていうと、1回でも落ちたということは、勉強の質がもう低かったっていうのがもう証明されているわけですよ。2年間も勉強してきたわけだから、勉強量は多いですよね。でも、合格できなかったってことは、勉強の質が低かったっていうことが原因なわけですよ。 だから、勉強の質が低い状況でやっぱりどれだけ勉強したとしても合格できないしまた、勉強の質が低い状況で勉強してきた過去っていうのは正直それほど実力ついてないんですねだから、これから効率的な勉強をしたとしてもやはり1時間半ぐらいの勉強は必要ですまた、勉強の質が低い状況でえ毎日2時間、3時間、4時間勉強したとしても合格できないです。 これは勉強の質が低いってことは効率的な勉強ができていないってことですよ。なので、勉強をどれだけ勉強したとしても実力は上がってこないっていう話です。だから、勉強の質が低いって思う方は、まあ、勉強量もできるだけ増やしながら、勉強の質を上げる、こっちをやんないと合格はできないって話なんです。で個別指導では、勉強時間っていうのも、勉強の質っていうのも、どっちも上げていきます。 具体的に勉強時間を上げる方法っていうのは、弊社が計画管理させていただいて、どうやったら勉強時間を増やせるかっていうのを、まあ、個別で、えー、アドバイスさせていただいているんですね。また、勉強できていますかっていう確認も私が1週間に1回、えー、メールさせていただいております。なので、勉強できていない方は、あ勉強できていないなって、やっぱ自分自身わかるし、あ、やんないといけないなって思っていただけるんですよ。で、独学の方とか、まあ、予備校を通っている方、通信講座の方っていうのは、 まあ先生とあまり話す機会って少ないんですよね。予備校とかでもやはりね、あまり話す、直接話すって機会って、まあ、少ないですし、勉強できていますかっていう確認まではしてくれないんですよね。なので、自分自身で戒めてやっていかないといけないので、なかなか続けるのが難しいんですよ。なんで、弊社の個別指導の受講者さんっていうのは、自分自身で勉強を続けることが難しい方っていう方がやっぱ多いです。まあそういった方でも合格していただいているので、忙しいけれども、今年合格したいっていう方は、個別指導がぴったりだと思います。 で、個別賞の値上げまであと3日になりました。なんで、今年も絶対合格したいってもう決めているっていうのであれば、今から一緒に勉強して、本当の意味で持続上げていけませんかあなたと勉強できることを楽しみにしています。え個別賞については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。また、個別賞については、この動画の最後に概要についても動画でお伝えさせていただきますので、そちらもぜひご確認ください。では、問1です。 異なる慣習がある場合を除き、境界線から1メートル未満の範囲の距離において、他人の宅地を見通すことができる窓を設けるものは、目隠しをつけなければならない。丸か罰かという問題です。考えたい方は動画を一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文をご確認くださいえ。答えは、これ丸ですねえ。境界線から1メートル未満の範囲の距離でえ、他人の宅地を見通すことができる窓を設置する場合、目隠しが必要です。 よって、本門は正しいってことですね。まあ、目隠しってどんなものかっていうと、例えば曇りガラスみたいなイメージです。で、対比してちょっと覚えていただきたいのが、建物を建てる場合は境界線から5 0センチ以上離さないといけないっていうルールありましたよね。まあ、これ法令上の制限ですね。まあ、建築基準法の部分なんですけども、この内容と引っ掛ける問題なので、ここの2つはちゃんと対比して頭に入れておきましょう。で、問い2です。 宅建業者 A は自ら売り主として3000万円の土地付き建物。まあ、これ未完成です。これを宅建業者でない B と売買契約を締結した。債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額を500万円。それとは別に違約金として500万円と特約した場合、当該特約は無効となる丸かツかという問題ですね。答えはツです。 これ、特約が丸々無効になるんではなくて、一部有効なんですね。で、その一部っていうのが600万円分なんですけれども、まあ、その点についてちょっと解説していきます。この問題は、ハッシュ規制の一つである損害賠償額の予定等の制限の話なんですね。で、ポイントは、損害賠償額の予定と違約金。え、これっていうのは代金の2割を超えてはいけません。今回、代金っていうのは3000万円ですね。3000万円の2割っていうのは600万です。 で、2割を超えた場合っていうのは、2割になるんですね。2割を超える部分が無効です。2割を超えていない部分は有効なんですね。つまり、600万円は有効で、600万円を超える部分のみ無効です。で、今回問題文では1000万円ですよね。500万プラス500万で1000万円です。1000万円で特約しているので、400万円部分は無効ってことです。 つまり、本子特約っていうのは、無効になるんじゃなくて、損害賠償額の予定プラス違約金イコール600万円になりますよ。つまり、全部が無効になるんじゃなくて、一部有効ですということですね。なので、答えは×です。 では問い3です。都市施設は適切な規模で必要な位置に配置することにより、円滑の都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するよう定めることとされており、都市計画区域外には定めることができない。まるかばつかと。これ、ばつですね。都市施設は都市計画区域外でも定めることができます。で、え都市施設っていうのは道路とか下水道とか公園とかなんですね。 で都市計画区域外っていうのは、まあ、イメージとしては、ちょっともう町から離れた、まあ、山っていうイメージかな。まあ、山奥までは行かないけども、山があるようなところです。あんまり人が住んでいないようなところですねで。そういったところでも道路ってありますよね。ってことは都市施設あるって話なんですよ。ってことは、この問題文が誤りってわかりますよね。都市施設は都市計画区域外に定めることができないってなってくると、これ都市計画区域外には道路を作れないってことになっちゃいますので、ね、まあ、それは誤りってことわかりますよね。 まあこのようにイメージしながら勉強していったら、都市計画法もそれほど難しくありませんので、イメージしながら勉強していきましょう。で、個別指導の内容については、こちらの真ん中の動画、ぜひご確認ください。あと3日で、個別市場値上げになりますので、今年絶対合格したいって方は、一緒に勉強して、今年の合格を勝ち取りましょう。あなたの受講をお待ちしております。レトスの者でした。